新生活にも慣れてきた。そう、僕は IT 系スタートアップの新入社員。最近先輩の目線が僕に合わない。ひょっとしておでこ見て話してます？爽やか先輩を見て気づいたけど、なんかイケてない気がするのは顔のテカリケアがうまくいってないから。夕方のオイリーフェイスに関してはもはや諦めの境地。もちろんオンライン会議のカメラはさりげなくオフ。そんな時出会ったこいつ、水彩の黒の酵素洗顔パウダーでサラサラ肌って、それマジ？明日は仕事もさらっとこなして男を見せてやる。ありがとうございました。